シモン・ボリバル。シモン・ボリバルとして知られるシモン・ホセ・アントニオ・デラ、サンティシマ・トリニダード、ボリバル・パラシオス、ポンティ、ブランコ、サイモン・ジョス、アントニオ・デラ・サンティシマ・トリニダー・ボリーバー・パラシオス・ポンテ、ワイ・ブランコ、1783年7月24日から1830年12月17日は、南米大陸のアンデス5カ国をスペインから独立に導き、 統一したコロンビア共和国を打ち立てようとした革命家、軍人、政治家、思想家。ベネズエラのカラカスにアメリカ大陸屈指の名家の男子として生まれたが、早いうちに妻を亡くしたことがきっかけとなって、その後の生涯をラテンアメリカの解放と統一に捧げた。このため、ラテンアメリカでは解放者とも呼ばれる。多くの武将を配下にして使いこなし、 特にアントニオホセデスクレ将軍との親交は有名である。ボリバルは1783年、現在のベネズエラ、カラカスのクリオーリョの名家に生まれた。ボリバル家は16世紀にビスカヤからベネズエラに移住したバスク人の家系である。幼くして両親を亡くしたが、アメリカ大陸有数の資産家ボリバル家の男子として様々な家庭教師をつけられた。 この時の教師の一人、シモン・ロドリゲスの考えがボリバルに大きな影響を与える。さらに教育を受けるため、1799年にスペインで任官していたおじを頼ってヨーロッパに渡り、修学のためヨーロッパを旅行している。ドイツ人の自然学者、アレクサンダー・フォン・フン・ボルトに南米独立にかける思いを語って、一生に付されるなどの屈辱的な経験もあったが、留学中に、 スペインでマリアと知り合うと、1802年に現地で結婚し、彼女を連れてベネスエラに帰国した。しかし、翌1803年、熱帯の気候に耐えられなかったマリアは、大熱病で、その生涯とじ、以降ボリバルは、深い喪失感を抱いて、生涯再婚することはなかった。1804年に、昇進のままヨーロッパに戻り、しばらくはナポレオンに仕えたが、 この頃の南アメリカでのスペインからの独立の機運を機に祖国ベネズエラの独立を志すようになったと言われている。1806年にベネズエラ出身の元スペイン軍人フランシスコ・デ・ミランダがベネズエラ解放のための戦争を始めるとボリバルはこれに興味を抱き1807年にベネズエラに帰国した。南アメリカは1400万人の人口を要し、 ヨーロッパ人と現地人の根血が進んでいた。その後、1808年にナポレオンがスペインに侵入して、兄のジョゼフ・ボナッパルトをスペインを補正一世として擁立した際、ボリバルは反王政派、愛国連盟に加わった。1810年4月19日、カラカスは植民地の自治を実行するための議会を設置。ボリバルはイギリスに、 革命の指示を取り付けるために派遣された。イギリスでの活動目的は、スペイン植民地独立運動の説明と万が一の場合の武器などの支援を受けられるように働きかけることであった。資産以外に何の後ろ盾もなかったボリバルのイングランド説得は不成功に終わったが、ボリバルはイギリスの政治制度から多くを学び、後年世界で最も優れた政治体制は、 君主制を除いてイギリスものだと語っている。ボリバルは1811年にベネズエラに帰国3月に開かれた政権会議で演説を行った。同年7月に政権会議がベネズエラの独立を宣言。ボリバルはベネズエラ国軍に入隊した。ボリバルはプエルトカベロの要塞の守備をしていたが、将校の裏切りにより、 要塞がスペイン軍の手に渡ってしまった。さらに同年起こったカラカス王自身による被害は大きく、1812年7月、カラカスは再びスペイン軍に占領されてしまう。これを重く見たミランダはスペインと急戦、事実上の降伏したが、ボリバワルは徹底抗戦を誓って裏切り者のミランダをスペイン軍に引き渡し、 12月には、1810年から1816年、合支配していた現コロンビアのカリブ海沿岸の都市、カルタヘナに向かった。ヌエバ・グラナダのカルタヘナで、スペインへの徹底抗戦を誓うカルタヘナ宣言を発表。これに共感したヌエバ・グラナダの市民はボリバルを、ベネズエラ解放遠征軍司令官に任命。サンタフェデボゴタを中心とする。 1810年から1815年の指導者の支援を得て1813年、ボリバルはベネズエラ侵攻を指揮して5月23日にメリダに入り、エルリーベールタドを解放者と呼ばれた。8月6日にカラカスを脱回し、1813年から1814年の成立を宣言した。兵力劣勢な共和派が成功したのは、 軽快な機動力と優れた戦術によるものであった。だがカラカスに入り込むと、ボリバワルの足は縛られた。強力な王統派軍は、大して減っておらず、白人クリオーリへの反感を利用して、地方のメスティーソやインディオなどの民衆から兵を集め、カラカスを締め上げた。その上、スペイン本国においても1814年に、 スペイン独立戦争が終結してフェルナンド7世が福井したため植民地の独立軍を鎮圧する体制を整えられるようになった。カラカス市民は共和派支持を鮮明にしており、その頃荒れ狂っていた王党派の虐殺から逃れてきた難民でカラカスの人口は膨れ上がった。そのような情勢で軽々しく死を放棄すると味方の市民が殺される恐れがあった。 1814年に、共和派の軍は防衛戦で消耗した挙句、別れて脱出した。オリバルが市民を引き連れて、東に脱出すると、スペイン軍は再び、カラカスを占領した。さらにその頃、ヌエバグラナダでは、トゥーハニ首都を置き連邦制を主張する、ヌエバグラナダ連合州とボゴタに拠点を、置き中央集権体制を目指す、クンディナマルカ共和国が対立し、 独立勢力同士で内戦状態となっていた。ボリバルはカルタヘナへと戻ると、ヌエバグラナダ連合衆の軍を率いて1814年にボゴタを攻略し、両勢力を統合した。ヌエバグラナダ連合衆は首都をボゴタに移し、さらにサンタマルタのスペイン軍を包囲するが、根拠地だったカルタヘナで起きた、応答派の放棄に敗れたため、 1815年にイギリス領ジャマイカへと亡命した。亡命後、スペイン軍は兵力を増強して、独立軍の拠点を次々と陥落させ、1815年にはカルタヘナも陥落した。ジャマイカに逃れたボリバルは、南アメリカ諸国をイギリスの立憲君主制のような政治システムで自由を勝ち取る構想をもとに、ジャマイカ書館と呼ばれる著作を執筆した。 この書簡を使って、イギリスの援助を求めたが、イギリスはこれを黙殺した。1815年にボリバルは、イスパニョーラ島に渡り、南西部のハイチ共和国を支配していたアレクサンドル・ペションに、軍事的援助を求めた。解放戦争終了後、黒人奴隷を解放することを条件に、ペションはこれを認め、物心ともに援助を与えた。1816年に、 ハイチの援助を得てボリバルはベネズエラに上陸し再びスペインとの戦闘を開始した。ここで奴隷制を廃止し、その解放した奴隷たちを自軍の兵士に組み込み一進一退の戦いを続けたがを説得し、アンゴストゥーラを攻略したところで劣勢になり、再びハイチに亡命した。1817年夏に再びベネズエラに上陸し、アンゴストゥーラ 現在のシウダ・ボリバルを攻略すると、今度はアンゴス・トゥーラを1817年から1819年の臨時首都と宣言した。さらにジャネーロの頭目、カウディー領の協力を取り付けることに成功し、イギリスは独立勢力を公然と援助することはなかったが、この頃、イギリス・スペイン関係は冷却化していたため、イギリス人やスコットランド人やアイルランド人の義勇兵が、 軍に加わってきた。ベネズエラでの作戦中、1816年にボゴタが陥落し、ヌエバ・グラナダの独立勢力は完全に崩壊した。1819年、ボリバルは守りの固いカラカスをやり過ごして、ヌエバ・グラナダに取って返す策を立案した。部隊を二手に分け、一体をヒラノオブ、ジャノに進撃させ、ボリバル率いる本はアンデス山脈を越えて、 ヌエバグラナダへ進撃するというものであった。ボリバル率いる本体は、風雨と寒気にさらされて、多数の死者を出したが、スペイン軍の裏を見事について、同年8月7日、ぼやかの戦いで勝利し、8月10日ボゴタに再入場した。1819年12月、ボリバルはで、ヌエバグラナダ共和国の大統領と軍事機関になった。ボリバルは議会に、 ヌエバ・グラナダとベネズエラを合併した新しい国家の創設を要請した。直ちに現在のベネズエラ、コロンビア、パナマ、エクアドルを合わせた地域がコロンビア共和国、後世呼ばれる大コロンビアとして宣言された。しかし、ベネズエラとキトとグアヤキルは依然としてスペインの支配下であった。1820年にボリバル軍とスペインの間で6ヶ月の休戦条約が結ばれるが、 急戦期間終了後間もなく、ボリバルとスペイン軍の間で戦闘が起こる。ベネズエラに侵攻したボリバルは1821年6月ので勝利し、故郷カラカスを奪還する。ボリバルは1821年5月に開催された大コロンビアの憲法起訴のためのに招集され、初代コロンビア共和国の大統領として指名を受けた。 そして国内が一応固まる様子を見せると、内政はそれまで副官を務めていたヌエバグラナダ人の副大統領フランシスコ・デ・パウラ・サンタ・デルイカに任せて、ボリバルは大コロンビア領に理論的には含まれるもののまだスペインの統治下にある、木と、そして王統派のガジョーペルー方面の解放に向かった。1822年、ボリバルはエクアドル方面の攻略を本格化させる。 ボリバルの率いる部隊が山間部からエクアドルに侵入し、ボリバルの部下であったベネズエラ人のアントニオ・ホセデスクレが太陽側からエクアドルに進んだ。スクレの部隊は1822年5月24日にで勝利を収め、翌日にはキトに入場を果たした。ボリバルもキトに交流し、ここにエクアドルの解放を果たした。また、ここで 永遠の愛人となると出会うことになった。この頃、アルゼンチンのホセデさん、マルティン将軍は、チリの独立指導者、ベルナルド・オイヒンスや、スコットランドの元英王立海軍軍人、トマス・コックランらの力を借りて、アルゼンチンの面倒さから思って、チリを解放し、そこからカイロ、ペルーまで進み、初代ペルー語国間となって南から解放戦争を進めていた。しかし、 このペルー共和国の支配権は海岸部に限定され、アルトペルー、ゲンボリビアに拠点を置く、スペイン軍とペルー複合のラセルナは抵抗を続けてサンマルティンを翻弄し、ペルー第一共和国の崩壊が迫っていた。このため、サンマルティンは大コロンビア軍に支援を求めようとした。ボリバルはこの思わぬもう一人の解放者に出くわしたことを喜び、 解放されたグアヤキルで1822年7月26日にを行った。会談の内容は資料が残っておらず詳細は不明であるが、グアヤキル地方の貴族問題とペルーのスペインからの独立の仕方であったと言われている。ボリバルが共和制を望んだのとは対照的にサンマルティンはヨーロッパから王を導入して立憲君主制を導入することを望んでいたが、 ナポレオンの体幹により、フランス革命が大失敗したと考えいたボリバルに、とって、これは、到底受け入れることのできない条件だった。結局、ボリバル軍に加わりたいというサンマルティンの申し出も、ボリバルが断ると、サンマルティンはアルゼンチンに帰国してしまった。この会談の後、サンマルティンが軍を率いることは二度となく、1824年には、ヨーロッパへと移住してしまった。 このため、山岳部に勢力を張るスペイン軍との対決は、以後、ボリバルの手に委ねられることとなった。サンマルティンが引退したためペルーは、ボリバルの大コロンビアに援軍を依頼し、1823年に、ボリバルはまず、スクレを先見隊として派遣した後、1823年9月には、ボリバル自身がペルーへと移動した。ボリバル軍は、リマに進出し、 今の東山地に陣地を築いていたスペイン軍と対峙した。ボリバルは1824年2月8日にペルーの第8代大,大統領に選出され、大コロンビアとペルーの大統領を兼任することとなった。ピチンチャの戦いで活躍したスクレオ総司令官、実質的には参謀長に据えて攻略を開始した。ボリバルは病に倒れ戦線を離脱したが、 スクレが1824年12月9日で大勝し、ペルー副王のを降伏させた。ペルー解放によって、南アメリカの独立戦争の体制は決したが、依然としてアルトペルー、高チ、ペルーはスペイン軍に支配されていた。しかし、ペルーから進軍したスクレが1825年4月に解放し、 ラテンアメリカ大陸部での解放戦争はここに集結した。こうして植民地時代には同一の行政区画だった。ペルー、アルゼンチンとの連合を望まなかったアルトペルー支配層とボリバルらの思惑が一致したためアルトペルー共和国が誕生した。百二十五年八月六日、アルトペルー共和国議会は独立におけるボリバルとスクレの功績を称え、独立に際して、 国名を、ボリビア、首都名を、スクレ、キュー、ジャルカスと定めた。1825年8月12日、ボリバルは、新生ボリビア共和国の初代大統領に選出され、大コロンビアペルーボリビアの3カ国の原首を、兼任することとなったが、ボリビアにおける、ボリバルの大統領位は名誉職的なものに過ぎず、同年の12月29日には大統領を辞任して、 公認をスクレに任せた。南アメリカ大陸のすべてのスペイン領が独立したことで独立戦争が終結すると、ボリバルは1824年末、南アメリカ大陸の新独立国家軍に独立保全のための協議を行うよう提案した。1826年にこの会議は実現の運びとなり、 南北両アメリカ大陸の結節点となる大コロンビア共和国のパナマ市において6月22日から7月15日までが開催された。会議の参加国は大コロンビア、ペルー、中央アメリカ連邦、メキシコの4カ国だった。オブザーバーとしてイギリスとオランダが参加したがアメリカ合衆国は招かれたものの会議に間に合わず、決欠席となった。南アメリカ南部のチリ、アルゼンチン、 ブラジルはボリバルの影響力拡大を懸念して参加せず、孤立していたパラグアイにはそもそも招待状が送られなかった。この会議においては、参加各国の相互防衛条約が締結され、また市民権の相互承認や、域内戦争の禁止、奴隷貿易の禁止などが可決されたが、この条約は大コロンビアの議会しか批准せず、ボリバルの構想した相互防衛の枠組みは成立しなかった。 成立した大コロンビアであったが、ペルーやボリビアの解放戦争の戦費負担などで、国内経済は疲弊しており、また、国内の3地域、ベネズエラ、ヌエバグラナダ、木の対立は激しく、特に、ベネズエラとヌエバグラナダ間の対立は、先鋭化するばかりだった。ベネズエラ地域の実力者であるホセアントニオ・パイスと、議会との対立は1824年以降、先鋭化し、 これを収めるために、ボリバルがパイスに、融和的な態度を示すと、ヌエバグラナダを基盤とするサンタンデールが不満を募らせていった。ボリバルが、独立戦争時の経験などから、中央集計を求め、カトリック教会を重視し、大統領については、終身制が望ましいと考えていたのに対し、サンタンデルは、地方文献の連邦制を求め、信教の自由を保障し、大統領は、 人気性の上再任不可が望ましいとしていたため、路線対立によって対立はさらに深まった。ボリバル派は追従派、サンタンデル派は自由派と呼ばれるように理、党派対立は深まるばかりだった。1827年、大コロンビアのベネズエラとヌエバグラナダの間で内乱が起きると、鎮圧のためボリバルは1827年1月28日にペルー大統領を辞任し、 リマを去った。ボリバルは、あくまでオーコロンビア、ラテンアメリカ連合の維持を理想とした。1828年4月には、オカーニアにて大コロンビア国民会議、憲法制定会議を召集した。この時ボリバルは自派である追従派の多数派工作を行っていたのだが、いざ会議が始まると自由派が多数を占めるようになり、ボリバルの目論みは、外れてしまった。このためボリバルは八月に、 サンタンデルを解任し、憲法を停止して、独裁権を手中に収める。しかし、翌月には解任されたサンタンデル派によって、ボリバル暗殺計画が立てられ、ボリバルは大統領宮殿から危機一発で逃げ出すこととなった。このためボリバルは、サンタンデルを国外追放処分としたが、自身の健康状態の悪化などにより事態は流動的になり始めた。 1829年には、ペルー大統領となったアグスティン・ナマーラが、現在のエクアドルにあたる地域の領有を要求し、ペルー軍がグアヤキルに侵入した。これは、スクレによって撃破されたが、もはや、ボリバルの権威の低下は、誰の目にも、明らかだった。さらに、ボリバル配下の将軍ホセ・マリア・コルドバが反乱を起こす。これもまた鎮圧されたが、1829年の秋には、 ベネズエラで、ホセアントニオ・パエスが大コロンビアから分離独立を宣言し、1830年に入ると、まず、ベネズエラが正式に完全分離独立を宣言、続いて、キトとグアヤキルがエクアドルとして独立した。1830年1月、ボリバルは自身の政治的な役割の終焉を悟り、すべての地位を放棄して、ヨーロッパへと向かうことを決意する。 マグダレーナ川を下っている最中に、ボリバルの後継者と目され、ボリバルの危機を何度も救ったスクレリク軍総監が、選出されたエクアドル大統領の任につく、際の移動中に暗殺されたことを聞き、深い喪失感に襲われた。カリブ海の港町、サンタ、マルタまで来たところでボリバルは急に、ーチフスが悪化し、ヨーロッパ行きを取りやめた。サンタマルタのスペイン人の邸宅で、 療養生活をしていたが、同年12月17日に死去した。ボリバルの死後、1831年に、ラファエル・ウルダレータ将軍の独裁が崩壊すると、残存部のヌエバグラナダ共和国が、コロンビア共和国から独立し、ボリバルのラテンアメリカ統合の夢は、完全に破れた。植民地時代には、アメリカ大陸でも、有数の大富豪だったボリバル家も、シモンが、 革命の理念と配置人との約束のために、自らの奴隷を解放し、農園や鉱山を売却し、資材のほぼすべてを投じて、解放戦争を続けたために、死の直前には、財産はほとんど何も残っておらず、シモンの死によって、ボリバル家は完全に没落した。その一方でベネスエラのパエスやエクアドルのペリューノのように、かつての部下だった将軍たちの多くはボリバルを裏切り、 解放戦争によって得た権力で資材を蓄え、各国の加藤支配層を形成した。後世への戒しめか、死の間際に、革命の趣旨を巻こうとする者は、大会を耕す羽目になるという言葉を残している。特に、ヌエバグラナダにおいては、ボリバル派、中央集権派、保守派とサンタンデル派、地方文献派、自由派の対立は、以後100年以上にわたる同国の国内対立の、 演言をなすものだった。ボリバルの失脚に伴ってボリバル派の勢いは衰え、1832年にサンタンデルが亡命先から帰国して大統領となるとその数声はさらに顕著なものとなった。サンタンデルは法治主義を法治自由主義的な統治を行ったが、一方でボリバル派の人物を政権から徹底的に排除し、これが 現代までコロンビアで続く良感性の原因となった。やがて自由派内において穏健派と急進派の路線対立が生じるようになる。穏健派は思想を保守化させた上でボリバル派と政治同盟を組むようになり、やがて両派は合同して保守党を結成。自由派の後ろ身である自由党と激しい政治闘争を繰り返すようになる。 この闘争は1990年代に至るまで実に160年以上にもわたって続き、幾度もの激しい内戦とコロンビアの政治的な不安定さを招く主因となった。踊りがうまく、非常に情熱的で理想主義者であったと言われている。また、文筆の才能にも優れていた。特に若い頃に、モンテスキューやルソーの思想に触れ、ナポレオンの戴冠式に出席したことが、 後年に大きな影響を与えたと言われる。生涯を共和主義者として過ごし、君主制の導入を断固として拒否したのはナポレオンに失望したからであったようでる。一方で、共和主義者ではあったが大統領には強い権限を与えることが望ましいとし、大統領の任期は終身制が望ましいとした。また、政治システムとしては強力な中央集権体制を望んだ。 宗教的にはカトリック教会の特権を保護し、教会と協調する道を選んだ。これらは独立戦争中に各地方の反目によっていくども、苦敗を舐めさせられたことや、新国家の脆弱性を認識していたことから来るもので、実際に1828年から1830年にかけての大コロンビア末期のボリバルの統治はまさしく独裁性であった。しかしこの政治スタイルは、 南アメリカの当時の現状には全く沿っておらず、各地方の分離独立や自由派の抵抗を招き、彼の建国した大コロンビアはわずか12年で崩壊することとなった。彼の名は現在でも南アメリカ各地に大きな影響を与えている。すでに述べたが、ボリビアの国名の由来にもなり、ベネズエラではボリバルが、 革命議会を開き拠点としたアンゴストゥーラの街が、ボリバルにちなんで、シウダ・ボリバルと改名された。またカラカス最よりのマイケティア国際空港は、シモン・ボリバルの名を合わせ持つ。多くの街角には解放者、ボリバルの銅像が立ち並び、ベネズエラの地図作成の役所は、ベネズエラチンイン・シモン・ボリバルを正式名称とする。カラカスのボリバル広場と、ボゴタのボリバル広場は、それぞれ、 ベネズエラとコロンビアの首都の中心広場、プラサ・マジョールである。アラブの春で象徴的な働きをしたカイロのタハリール広場の隣にもシモン・ボリバル広場がある。その他、各国の州、都市、外区、街路、大学など、ボリバルの名を冠するものはおびただしい。ベネズエラの通過単位は、ボリバルで、紙幣の肖像画も多くは、ボリバルのものとなっている。 1999年にベネズエラの大統領に就任したウルゴ・チャベスはボリバル革命を唱えて国名にボリバルを挿入し、ベネズエラの正式国名はベネズエラボリバル共和国となった。中国の協力で打ち上げたベネズエラ発の人工衛星ベネサット -1 もシモ・下ボリバルと名付けられており、ボリバル宇宙活動庁が運用している。なお、 ラテンアメリカ文学を代表する作家、ガルシア・マルケスによる歴史小説でポリバル最後の日々を描いた迷宮の将軍がある。映画。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。